今回は京都の漬物で川勝総本家のです、ね、漬物奈良漬なんですけれどもこちらの方ですね食べてみましたそして川勝総本家なんですけれどもこちらですね大正6年に創業したということでおよそですね、100年ほどですね経っているお店だということですちなみに今回私はですね大阪の伊丹空港でこちら購入したんですけれどもセキュリティエリアの中でですね確か購入したと思います で、販売店なんですけども京都とか大阪東京神奈川なんかにもですねあるそうですのでそちらの方ですね行く方はあのお店でですね購入してみるのもいいと思います今回購入した奈良漬けですねたい1000円ぐらいでした奈良漬けはですねこのカスの香りなどもいいのでお茶受けとかですねお茶漬けもよく合いますし白いご飯にももちろんよく合いますねはいそれではですね袋から取り出してみるとこのような感じになっています 白ウリを使っているそうなんですけれどもこのような感じでしっかりとですね味も染み込んでうりはですねもう黒っぽくですね茶色っぽくですねなっていますカスもですねこんな感じでたっぷりとついていますのでもしですねこの取ったカスをちょっと取っておけばですねきゅうりなんかちょっとですねつけておくと、えー、酒かスなんかも再利用できていいかなと思いました こちらはですね酒かすを取って水で軽くですね洗ったところなんですけどもこのような感じですねはいウリのですね形このように真ん中ちょっとへこんでるんですけれどもこんな感じで、えー、半分にカットしたような感じで入っていましたあとですね今回この後ですねカットした動画もですねちょっとあるんですけどもカットする時にですね半分ぐらいは厚めのですねカットにしてで残りをですね薄くですねこのような感じで スライスしてみましたこのようにですね薄くスライスしてもですねあの噛んだ時の歯応えですねすごくシャキシャキとした食感ですごく美味しかったですあとですね味なんですけれども結構ですね濃いめの味かなと思いますのであんまり厚く切りすぎてしまうとちょっとしょっぱいかなっていう感じがあるのである程度薄めに切った方が個人的にはですねより余裕かなと思いましたこちらがですね少し厚めにカットした方のものになります 厚めにするとですねやはり味も濃くなると思いますので先ほどの薄めにしたよりもですねちょっと小さめにですねしてそれで厚めにカットするという風にした方が美味しく食べられると思います厚めにカットした方がですねこのウリの存在感があってガリッと食べれるのでこっちのタイプの方が好きな方はですね厚めにカットをしてちょっとですねちっちゃめにしておくといいと思います 味はですね、この酒かすのです、ね、この酒の風味がふわっときてですねすごくよくで味もしっかりしているのでお茶漬けなんかにしてもですねよく合うと思いますし白いご飯とですね一緒に食べたり、えー、いろいろですねしてみるといいと思います今回食べてみてやはりですね一番いいなと思ったのはシャキッとしたうりの食感ですねで酒かすのです、ね、このふわっとした感じが良かったので 香りとですね食感を両方楽しめるということですごく美味しくてよかったですもしですね購入する機会ありましたらぜひこの売りのタイプですね奈良漬け購入してみてください